はい、どうもこんにちは。沖縄の鈴木です。つうわけで今日もね、やっていきましょう。ホールアウト4、昨日の続きからでございます。で、視点切り替えが相変わらずわかりません。どうやったら前から見えるんだろう。まあ、とにかくね、今回やっていこうかなと思うこのエンドオブタイム、コンコートを調査するっていうのを、進めていこうかなと思います。で、コンコートはこの地図で言うと、こっち側。こっちだね。画面の下に、ね、コンパスみたいなのが出ていて、で今自分の向かっている方向っていうのがこのコンパスの真ん中辺で出ているってやつで、もうコンコート目の前じゃん。多分これがコンコート、はい、コンコートだよな、ここ。コンコートって書いてあるし、よし、コンコート発見。コンコートじゃん、コンコード。はい、でまたね、なんかいろいろあるといいんだけど、びっくりした。ドア開けるから何かと思ったら、あ、どっから来た。当たんないし、ちょっと待って、当たんないし、よし、よし、ドッグミートピンチ。大丈夫か。スティームパック券って何、必要だってことだろ、犬に使うってことだろ。おー、びっくりした。さあ、何がある。キャップ。冷蔵庫の中にはこの青いの何、ぬかコーラクワンタム。おう、こいつらどっから入ってきたんだい。上、こっから降りてきたとか、なんかある。ヘアピン、灰皿。あ、なんかなんかあるぞ。これはジェット。そう。こんなもんか。他の家はまあ後でチェックするってことで、とりあえず。なんかあるかな。とにかく。コンコードを調査する。コンコードを調査する。は？銃声？銃声？銃声だよ。どっから？やっと人に会える。どっからだ？こっち？あれ人かな。あ、人動いてるっぽい。人だな、あれ。ああ、人だ。あっ、ちょっ、びっくりした。目の前にいた。どっから来たこいつ。行け、援護するって。こっちの方が、あれ弾がない。体力が低下してます。え、ちょっと待って。やばい、死にそう。やばい。やばい。よし。たま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 。よいしょ。ちょっと待って。ああ、死んだ。ダメだ、死んだ。え、こっからやり直しか。まあいいや。はい。最高。で、弾はあと残りどれぐらい。19発しかないのか。まあしょうがないわ。それで結局10、これ1個しかない。困ったな。どうしよう。ね、装備も全然ない。この状況で勝てるかな。まあ、いくだけ行ってみようか。それでこの辺りで弾作れるかな。なんか武器の作るやつがあったような気がしたんだけど、うちこのどっちだっけ。あ、これか。はい、武器作業台。弾は作れないの。
解体しかできないのか。じゃあ違うわ。できない。困った。マジで困った。うるさい。まあなんとか頑張って一人ずつ倒して逃げて武器を奪って防具を奪ってそれやっていくしかないかな。いけるかな。こいつら別に嫌。弾無駄遣いしてるような気がするんだけど、しかも放射能のダメージを受けてる。これってどうすればいいの。よくわからん。まあいいか、行こう。結局弾はどこで手に入れればいいんだろうな。この家の中には結局なかった。じゃあこの家はまあスルーして他の入れない。他入れそうな家ってどこだろう。この家とか入り口はどこだ。入れない。向こうは入れない。入れない。ここも入れない。入れる家の方が珍しいのかな。入れ、弾は困っ、結局もう一人一人倒してそっからもうね、剥いでいくしかないっていう。まあいや、とりあえずそこらにまず一人いたから、そいつからここか、座ってたのか。体力が低下して、もうやばい、もうやばいやばい。よし、けどもう HP 減りすぎ。ダメか。ああ、ドッグミート。困ったな。ステンパックはあと6つ。一応お気に入りにも入れてあるんだな。HP すっげえ減ってるし。どこだ。ダメか。狙われてるぞ。こっちもそうだって、援護射撃必要だよ。あれどこ行った。あそこか。殴る。よいしょ。どこだ、もう一人。あれどっから撃たれた。どっから。あれ姿が見えない。あ、今なんか中にいなかった。いない。あれ、あ、どこ。さっきこの家の中にいたような気がしたんだけど、気のせいか。どこ。自由博物館発見。どこだ。やっぱ下か。あ、声はする、声はする、声はする。あ、いた。弾がないから殴る。叩く。あ、どこいた。いここだ。バルコニーの上だ。バルコニーの入植者のグループが中にいる。どこ。レイダーたちがドアを破って入ってきそうだ。助けてくれ。分かったよ。とにかく毒ビット回復して。あ、アウトオブタイム完了。それで、開始。さあ行こうか。けどなんか今なんかを手に入るっていう、何を手に入ればいいんだ、よくわからん。まあ、とりあえず入ってみよう。入ってみる。こんな流れでいいんだか。
そして、ロード中の画面がやたらと長い。こんな長いのか。おびっくり。一旦ちょっとね、装備を見ようよ。なんか、いいやつ。どれがいいんだろう。こっち？それからレイダーアーマーってやつをつけて、こんなもんか。あと武器は？結局銃はこれしかないのか。まあ36発しょうがない。これでいくか。どこ見ると撃たれてるのか。どっから？上か。どっから上がればいい？階段は？ここ？あ、ダメだ。強固にロックされてる。ロックされてる。階段、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 階段。あっちか。帝国。はい、これなんだ？紅茶を持っていけ。とにかくこの辺りでもいいから、あの弾落ちてない？この下とかなんか、まあ先に上行こう。さっきいた敵はどこだ？あれか。なかなか当たらないのよ。こっちの方がやられてね。リロードリロード。やばいやばい。オッケー。やばいやばい。死にそう。あと一発当たったら死ぬ。なんかが動いてた。あ、毒味とか。とりあえずもらえるものもらって。敵はどこだ？犬の鳴き声か。どこ？ドッグミートの鳴き声は聞こえるんだが、どこ行けばいいんだ。とにかく、とにかく自分が全然役に立ってないってのは分かった。なんかみんな戦ってるけどさ、俺は全然役に立てません。おっ、びっくりした。よし、なかなか倒せる。おー、何？倒した？ふう、剥ぎ取って、剥ぎ取って。あれ、銃声しなくなったってことはこれで一通り。あ、くしゃい。まだいたのか。よし、よくやった、ドクミート。いい無だ。やれやれ。誰かは知らないが、タイミングが完璧だったな。プレストンガービー。全然。コモンウェルスミニッツメンだ。戦力になれなくて申し訳ないっす。ミニッツメンだって。ミニッツメン。ということは。今過去に向かって時を旅してるのか。ちょっと待って、俺どんな顔になってる？すげえ顔になってるじゃん。それが意図だったな。これだから世の中を良くするために入隊し、そして良くなった。良くなったのか。すべてはバラバラになった。生きているミニッツメは、今じゃ俺だけのような。もしかしたら、あいつらこれよくも見えるな。新しい家を探してる人々だ。再出発だな。そうですか。彼らとはクインシーの時から一緒だ。
レキシントンはしばらくの間良かったんだが、うん、グールに追い出されてしまったんだ。そこ1ヶ月前は20人いて、昨日は8人だった。え、1ヶ月で今はたったの5人だ。1ヶ月で15人減った。ロング家のマーシーとジュン、うん、ソファーにいるマママーフィーばあさん、それとこっちはスタージェスだ。スタージェス誰だ。グール、グールってなんだ。ね、なんだ。この辺りから来たんじゃないっていうのは本当なんだが、うん、グールは放射能汚染された人々だ。なるほどね。大体は俺やあんたと同じさ。で、画面の隅でこう行ったり来たりしてる女の人は何なんだ。それでも人間だ。話に出てきたグールは違う、うん、脳が放射能で腐って野獣になった。見た途端に僕はすげえ銃持ってるな。これとにかくコンコードに定住するのは安全だと思ったんだが、はい、それは間違いだったってレイダーに思い知らされた。だが一ついい考えがある。どんな考えですか。聞こう。スタージェス、教えてやってくれ。屋上に墜落したベルチバードがある。昔ながらの戦前のやつだ。見たことあるかもしれない。じゃあ屋上まで行け。まあ、それの乗客がかなり楽しい代物を置いていったようだ。チェリー T45 パワーアーマーのフル装備。パワーアーマー、軍の支給品だ。え、パワーアーマーがなぜそんなに特別なんだ。それはところでバグですか。字幕がさっきのまんま。スタージェス教えてやってくれるのもあるけど、新たな標準になる。もっと強く頑丈になってラッドに耐性ができる。それにあのスーツがあればベルチバードからミニガンをもぎ取ってレイダーに地獄までの特急券をやれる。わかるか。ミニガン。それでミニガンをライフル銃みたいに使えるのか。使えると思うよ、うん、手動の引き金があるはずだから。悪い奴らを狙ったら昔ながらの運任せで乱射をやれる。好きだよ。それでアーマーなんだけど燃料がないんだ。おそらく100年もの間だ。そりゃそうだ。電源は入るはずだが少々お手上げなんだ。燃料どこにあるんだ。じゃあそれで解決策は何だ。必要なのは、うん、戦前の古い FC、 FC 標準フュージョンコアだ。はい。ハイグレードな長期型原子力電池でかつて軍や企業が使っていた。それにどこにある。どこにある。地下の鍵のかかったセキュリティゲートの向こうに。さっきの鍵探しとか。いいか、俺にできるのは下手な修理だ、うん、セキュリティを飛び越えて進むのは得意分野じゃない。君なら挑戦できるかもしれない。なんで初めて会ったばかりなのに。もう何を探してるんだっけ。フュージョンコア、はい、高度なバッテリーだ。昔はこの美術館でも展示品を動かすのに使われた。地下に一つあるんだがセキュリティゲートの向こうだ。開くには錠をこじ開けるかコンピューターをハッキングする必要がある。もうそれとにかくそれ手に入れてくれってことだろう。分かったよ。もうやればいいんでしょ。そこまで難しくないはずだ、うん、やってみるよ。この顔は何とかしたいな。ようやく幸運が訪れたようだ、うん、フュージョンコアをパワーアーマーに差し込んでミニガンを持ったらレイダーも喧嘩を売る相手を間違えたことが分かるだろうよ。頑張って。分かりました。はい、というわけでね、今回はとりあえず、何？ガービーは約束。すごい。お、ゲット。クスタ、約束したのに。うん。他なんかあるかな？ヘアブラシって。これが壊れてる。特にないな。こいつか、笑ってんのは。ヘアブラシ。別にヘアブラシが欲しかったわけじゃないんだよ。あ、これまた。すごい。OK、うん。おい、何を待ってるんだ。弾がないかなと思って見てるんですよ。とりあえずさっきの連中を倒して手に入れたものはこんなもんか。うん。アーマーの方は。ちょっと種類が増えたって感じだね。まあ いや、とりあえずね、今回はこんなところで一旦終わりにしていきます。ちょっとまあこの先不安もいっぱいあるけれど頑張ってやっていかないとね。はい、というわけで、まあ今回はこの辺で、よかったらチャンネル登録、コメント、高評価よろしくお願いします。お疲れ様でした。
Thank you.